爸好像拉床上了。我刚才收拾我爸我妈屋的时候，在床上发现了一坨香。もしもしパパ、何か具合悪いところある？何もないよ。どうしたと？冷麺に言っても大丈夫だよ。もう年取ってるし、あれこれ我慢できない時はあるさ。お前何を言ってるの？パパ、自分も知らないうちにうんち出てしまったか。もうやばいな。はぁ、頭狂ったかお前。パパのベッドを片付ける時、ベッドの上うんちいっぱいあったんよ。もうびっくりしたんよ。パパうんち出るまで気が付かないぐらいはやばいよ。病院行こうよパパ。はぁ、どういうことよ。俺じゃないよ。じゃあ誰な、ママのうんちってこと？お前のお仕事に決まってるじゃない。冷麺アホか。26歳の時の女の子は親のベッドで代弁するわけないやん。ありえないけど、お前ならありえるよ。発言バカらしいよ、親父。ちゃんと片付けなさい。じゃあね、バイバイ。这谁拉的呀？到达。抖音。